秩父鉄道は来月1日から鉄道運賃を改定すると発表しましまた。秩父鉄道運輸課によりますと値上げは新型コロナウイルスの影響などにより利用客が大幅に減少した上、電気料金の値上げなど費用の高騰もあり今後も継続して安心安全な輸送の確保やサービス利便性の向上などを図るためとしています。 来月1日からは初乗り運賃が170円から200円と30円値上げとなるなど、普通運賃は平均12.8%引き上げられます。また、通勤定期が平均22.5%の引き上げとなります。一方で、通学定期については家計への負担を考慮し、運賃改定を行わないということです。